宇都宮真紀さんといえば、吉本興業の芸人ながらそのスタイルの良さも話題ですが、結婚や夫、アキナの山名文和さんのこと、妊活、妊娠、再婚の噂、貝殻や貧乏、若い頃や子供や年収などにも関心が持たれているようです。その宇都宮真紀さんについて調べてみました。宇都宮真紀さんのプロフィール、名前、宇都宮真紀、出身地、大阪府大阪市城東区、生年月日、1981年12月26日、身長、166センチメートル、血液型、A 型、学歴、大阪市立蒲生中学校、大阪府立東住吉高等学校芸能文化科卒業、職業、芸人、所属事務所、吉本興業。宇都宮真紀さんの経歴、若い頃。宇都宮真紀さんは、1981年大阪府生まれ。家庭はそれほど裕福ではなく、子供の頃から漠然と、テレビに出る、ことが夢だったと言います。お金持ちになって、可愛い服を着たり、美味しいものがいっぱい食べられたりすることに憧れていたらしく、テレビに出ることでその願いを叶えられたら、と考えていたそうです。高校2年生の春の、毎日放送の選抜中継の、17、17、リポーター、として活躍。とりあえず、テレビに出る、という夢は叶いましたが、この時点では芸能界入りというわけではなかったようです。2000年に W ヤング平川幸雄師匠に弟子入り、当初は芸人になるつもりはなかったそうですが、付き人として吉本新喜劇に出入りするうちに、新喜劇が面白くなってきたそうで、入団を熱望するようになり、師匠の図手で翌2001年に入団を果たします。当初はかなりふくよかな体型でしたが、スレンダーな体型になるにつれて人気が急上昇し、若手マドンナとして活躍するようになります。吉本新喜劇でそのキャリアをスタートさせましたが、その後 R1 グランプリやダイナマイト関西に出場、また、週刊プレイボーイ、でのグラビア出演、ムード歌謡曲、今宵、ナスビで、プアーのリリースなど活躍の幅を広げます。また、チチンプイプイ、セヤネンなど関西ローカルの人気情報番組にも多く出演。関西を中心にテレビタレントとして幅広く活躍しています。宇都宮真紀さんの年収は、宇都宮真紀さんの年収についてですが、特にテレビ、ラジオ、雑誌などのメディアで明かしたということはないようです。ただ、メインの活躍の場であった吉本新喜劇の給料については、ある程度の情報は出回っています。芸人の諸見里大輔さんが、2020年1月27日放送の、痛快明石家電子街で、仮座長の立場で月収が68万2211円だったと明かしています。ただ、これは仮座長という立場で、しかも1ヶ月劇場に出ずっぱりで100公演以上やるという、ハードスケジュールでようやく達成した数字です。その数字に、明石家さんまさんも、新喜劇で68万はすごい、とこぼしていたので、特別高額だったと思われます。また、駆け出しの頃は1回のギャラが800円とか、1日2回で2500円とか、かなり厳しい数字を提示されることもあるようです。ですので、座長ではない兵団員の月収は十数万数十万程度ではないかと推測されます。ただ、宇都宮真紀さんは、セヤネンをはじめ、多くの人気番組で準レギュラー、レギュラーを多く務めていましたから、それよりも多くの収入があったのは間違いないでしょうね。ちなみに、独身時代の宇都宮真紀さんは、結婚相手の条件として、年収1000万円を挙げています。
家が貧しかったことから、結婚相手にはしっかり稼いでもらうことを何よりも重視するということなのかもしれませんね。1ページ、宇都宮真紀さんの結婚、妊活、妊娠について。宇都宮真紀さんの結婚、夫は明菜の山名文和さん。宇都宮真紀さんは2021年7月24日に、2013年からレギュラー出演していた関西ローカル番組、せやねん、で、明菜の山名文和さんと揃って結婚を発表。二人とも長らく同番組にレギュラーとして出演なさっており、いわゆる、共演から交際に発展、というパターンですね。直接のきっかけは、番組のメイン MC である富井翼さんの。このメンバーの中でまだ結婚してないの、真紀ちゃんと山名だけやから。お前ら付き合えや、という言葉だったそう。そして、富井翼さんに、真紀ちゃん、そうやねん、と話を振られて、いいですよ、と即答したのだそうです。山名文和さんは当初驚いたようですが、そこから宇都宮真紀さんのことを強く意識するようになり、やがて交際に発展していったのだとか。宇都宮真紀さんと明菜の山名文和さんの結婚、せやねん、卒業。宇都宮真紀さんは、山名文和さんとの結婚を、2021年7月24日放送の、せやねん、で発表した3ヶ月後の10月30日、当番組のエンディングにおいて番組卒業を発表しました。2013年から実に8年にわたるレギュラー出演に一旦終止符を打ちました。しばらく専業主婦として夫の山名文和さんを支えていくつもりのようです。ただ、そこは芸人らしく、ぶっちゃけしたいんです、と理由をぶっちゃけていました。夫の山名文和さんからも、結婚するときに言ってましたから。私、存分に寝てええか、って、そばくろされており、笑いを誘っていました。とはいえ、ずっと専業主婦を続けるということではなく、一時的なもののようですね。最後に、幸せをちょっと噛み締めたくて、少しだけわがまま言わせてもらって、お休みさせてもらうんですけど、また、お仕事始める時がありますので、その時はまたお願いします。と発言、将来的な復帰の意思を表明しています。宇都宮真紀さんの妊活、妊娠について、宇都宮真紀さんを検索すると、妊活、というワードが出てきます。山名文和さんとの結婚後、テレビも吉本新喜劇も出演を控え、専業主婦に専念するとのことですので、その可能性は十分にあり得ますね。実際、2015年に行われた吉本新喜劇のインタビュー企画で、宇都宮真紀さんは一番身近な目標として、結婚、出産を挙げていました。結婚と出産をとりあえず、したくてたまらなくて。それが一番ですかね。今一番やらないといけないのは、結婚ですね。時間も迫ってきてるんで、何よりの目標です。当時34歳だった宇都宮真紀さん、35歳までに結婚と出産、という目標を掲げていたようです。20代の時は30までに、と思っていたそうですが、それが35に上がってしまい、少々焦りを感じていたようです。結婚と出産は、年齢を重ねてから急に、というわけではなく、20代の頃からずっと望んでいたことだったのですね。そう考えると、宇都宮真紀さんが結婚を決めてからあっさり家庭に入ったのも、妊娠や出産を考えてのことだという可能性は十分に考えられますね。宇都宮真紀ちゃんは妊活するために休養するんだな。そして4ヶ月後には妊娠報告がヤフーニュースで流れるんだろうな。
アスタリスクヒートン、一人目妊活アスタリスク、断崖的オーた見解かもしれませんね。1ページ、宇都宮真紀さんの結婚歴は再婚。母党がいるの、宇都宮真紀さんの結婚歴は再婚。母党がいるの。宇都宮真紀さんと山名文和さんの結婚はかなり大きな話題になりましたが、実は以前にも結婚を伺わせるようなインスタ投稿が話題になったことがあります。2020年2月4日の投稿となっており、仲良く並んでいる左の男性は、吉本の重鎮、西川きよし師匠の長男で、現在吉本新喜劇で活躍中の西川忠さんです。この仲睦まじそうな2ショットに、主人と2人で1000万の手作りマイホーム建てました。なるコメントを添えて投稿。これに対して、結婚おめでとう、びっくり、2人とも素敵な笑顔です。俺聞いてないぞ。笑どういうことや笑おめでとう。これがマジだったらマキちゃんが結婚したことより忠さんが妻子を捨てたことにショックを受けます。マキちゃんが西川家に、最強やな。西川きよしのお兄ちゃんと結婚したの。私が幸せにしたかった。残念。などなど、たくさんの驚きと祝福のコメントが。しかし、西川忠さんは当時すでに既婚者でお子さんも2人いらっしゃいます。実際にはコメントのように、妻子を捨てた、ということではなく、ある番組に共演した際に撮影したものだったようです。その番組で夫婦役として出演しており、その流れでこういう投稿になったみたいですね。宇都宮真紀さんに子供が、そして、このネタ投稿一発で終わらないところが芸人、宇都宮真紀さんでした。さらにその11ヶ月後の2021年1月10日、マイドーター、私の娘、とコメントが添えて、こんな投稿をしています。これに対しても、赤ちゃん産んだの、結婚も妊娠も出産も報道されてなかったのでびっくりです。すべてにおいて、おめでとうございます。おめでとうございます。かわいい。バキちゃんがママに。いつの間にいい、びっくりしたけど、バキちゃんおめでとう、と、多くの祝福コメントが寄せられました。こちらも同じくネタ投稿で、実際には宇都宮真紀さんの娘さんということではないみたいですね。それにしても、結婚、報告の投稿から11ヶ月後の投稿というところがさすがの伏線回収です。以上、宇都宮真紀さんについてでした。最後までお読みいただきありがとうございました。